はいどうも、マナマンです。マイクラブやっていきます。レート1200かな。強い人来た。さあ、この人に対して通じるかやね。あぶい。コズレフかな、この人は。4132の。そっちか。いやー、難しすぎるだろ。うわアウトスピンで蹴ってほしいよね。R に押さんかったから無理か。アウトスピンキック無理か。さすがにこれもちょっと難しいね。おいやービダルさん頼む。うわトレンチ。いやーここ絶対来ると思って呼んでたんだけどね。オフサイドはない。ちょっとむずいな。うお取れへんし。このパスは通る。危なスライディング飛んでくる。ちょっとハビマルティネス今の取ってくれよ。これはあかんやつ。こっちかな。よし対応できましたね。あー弱い。パスが弱いんだよ。あー中でも面白かったな今の。もう高さがないからさ低めのクロスでなんとかしたいよね。よしオッケー。この先制点でかいっしょ。サイドちょっと高すぎる。ゲージがでかかったかな。こっちにワンツーかなと思ったんだけど下が空いてる。うん使ってくるね。頼む。うめクリア。おおミスってくれた。まあ、急にボール来たからやね。QBK やね。さあ、グランダーはちょっと難しすぎる。カウンターが怖いですね。縦に思いっきり出してワンツーで OK。くぅ、ちょっと無理か。来たんちゃう。よーしでかい。この2点はでかい。いやちょっと待って。中オッケー。ういオッケー。いいよ。まあ自分もだいぶこのロッペン ST とかに慣れてきて攻撃の幅も結構出てきたと思うんだけど。おコーナーかな。巻いていこう。うわ弾くか。ちょっとディフェンス2人上げてるんでちょっと怖い。ここはちょっと時間かけてもいいと思う。戻ってくるまで。ちょうどねマノラスとセルヒオラモスを上げてる設定にしてるんだよね。ヘッダー持ちの自分コーナーキックの時はだから結構ねカウンターが怖いな。いやーちょっと待って下かな。うわー中使ってくる。これはあかんやつだ。いやー右足めっちゃコースがやばかったな。いやーここ中かっていうところだね。まあ、このワンツーは簡単にやられすぎたっていう。キックオフゴール。うーん無理。落としてさっきから同じことやられすぎやからさすがにこの辺は防いでいきたい。うおーパス下手くそ。
ダイレクトで投げたんがあかんかったね。あれ、蹴ったんが。もうちょい、もうちょいなんとかしろよっていうね、とこやけど。6辺に出したかったけど簡単に取られるっていうね。取れるか。いやー無理。お、ラッキー。ベイルー、オッケー。ここですぐ取られないようにしましょうっていう。クリア。つながりそう。うわ、さすがに無理か。これがあかん。止めろ止めろ止めろ。ナイス。最悪。キーパー OK。よしよし、前半3-1で乗り切った。確実にゴールを重ねて折り返します。調子の良さが現れた前半でした。中盤で組み立てもうまく攻撃につながってましたし、逆転されないように、うん、結果を見ても追いつかれないように得点を重ねていきたいですね。3-1と2点リードして後半を迎えます。キーパー、ううあーもう連携不足だよねこういうとこ。今のはちょっとな、無理だよな。チャンスだ。ワンツーと行きたいところだったけど綺麗にはできなかったな。あかん、こぼれ球拾われる。よし、あーサイドは空いてたんだけどね。今レーダー見た感じ、追い抜け、オッケー。うーアウトスピンキック出たんだけどね、ちょっとカバーされてたからパスするべきやった。相手そこ挑戦しちゃったよね。ちょっと怖いなこれ。やべ、みんな戻ってこい、みんな戻ってこーい。やらかした。いやー今のはトラップがもあかんかった。ディフェンスの、まあ、あれどうしようもねえからな。見事な駆け引きで勝利しましたね。アップ、最悪なんだけど。またや、無理。いや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 、うーん、まあそうなっちゃうよな。取って、うん、うお、決めろ。うわー入らんか。ベイルのこの表情、いやーここで選手交代。いや今の悔しいなマジで。マジで悔しいんだが、うんうん、どうしようかな。もう入れちゃっていいかな。3枚替えで、よし、これでいきます。あ、そうや、ちょっと攻撃参加はやめとこう。 ロナウド入ったから、ちょっとセンターバック2人上げるのやめとこうと思います。しかもキッカーがこれぐらいかな。嘘でしょ嘘でしょ。普通もうちょっとさ、やば。サイドを走る。危ねえ。ここは4
嘘を取られるの。あ、勝負ですね。よし、来た。弱えけどね。サイド、うーん、パスできりゃな。ベイルなら勝てる。サラーのドリブル、ロナウド、うー無理。お、いやーカウンターだけ要注意。カウンターだけ要注意。うおー終わった。あぶねえ危ない。なんだそれ、蹴り方微妙。サラー、サラー、サラー、サラー絡んで今ロケイ。振り切ってからのヘディングやけど危ない。ちょっと早めにボールを。よしよし、ロナウド、うそー、くっそー、パスしとくべきやったか。マニュアルキーパーせんかったから。いやいやいや、マニュアルキーパーじゃなかったから焦っちゃったぜ。いや、ベイルも上げたいから、マティリにしとこうか。キーパー出してくるからね、ちょっとアウトに今回はかけてみましょうか。あんまりかかってないあんまりアウトにかかってないな。スン、マティリマイナス、つながる、つながらない。これはやばいな。下が空いてる。よし、ズドン、ロナウドだぞ。くそ、いやー怖いな。オッケー、ちょっと前線に。おー繋がりそうだんだが、シュート、うーんコースがねえな。コースがないんだが、ダメだな。てかラモスが、正面かよ。負けるし、負けよるし、つながりそうだし。あぶ、何それ、なんでつながれ、無理だな。ちょっとちょっとスペース空きすぎじゃない。あとはタイムエンドのホイッスルを待つだけですね。スペースへ出す。うおー縦にボールを送ります。マジか。スは通りません。前線へ出す。サイドを使う。そこかよ。インシーニャ、あっと危ない。ネイマール、ルーズボール、くー、パスがつながらん。もうダメだ。クリスティアーノ・ロナウド、これは奪い返します。赤上、ネイマール、超まだワンチャンある。まだ割る。柔らかいパス、いやネイマール、お勝った。ロングでのよしよしよし、試合終了、4対3、 ウィーユナイテッド勝利です。接戦を、久しぶりのジャイキリやね。ジャイキリ達成。レート何本もらえるかね。4。さあ、そして現在の状況はこんな感じですね。まあ、勝率は本当上がってきたって
ところなんですけど、いやー、あと68が遠いレート。はい、では今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。